しかったよな。あの一点がね。ねえ、どこに住んでるの？タワーバベルトップだよ。そこって駅前にこの間できた30階建てのマンション？うん、よかったら遊びに来ない？行く行く。夜景はもっと綺麗だよ。この部屋は30階だけど超高速エレベーター完備で日当たり抜群。飛んでる鳥を上から見るのは最高だよ。いいな。羨ましいよな。うん、そうかな。あんなの大したこと、大したこと。もっと高いマンション買ってもらう。スネ夫が羨ましがるなんて珍しいね。ねえ、うちもマンション買って引っ越そうよ。気安く言わないで。マンションが一体いくらすると思ってるの？それに庭付きの家に住むのが一番いいんだぞ。どうして？人間は地面に足をつけて生きるのが自然だとパパは思うな。パパは頭が古いんだ。高いところに住んだことがないからだよ。じゃあ試してみる？え、高層マンション出すの？そんなもんできるわけないでしょ。やっぱりやめた。なんだよ、出しかけてやめるなんて。今やると騒ぎになるから夜中の2時頃こっそり試してみやん。2時？もう気になって眠れないよ。起きろ、時間だぞ。おい、起きろったら起きろ。なんだよこんな夜中に。もう忘れたな。そうそうそう、マンションを出すんだった。マンションじゃなくて高層マンション化エレベーター。これで家が空中へ持ち上がる。パパやママを起こさないようにやらないと。うんうん、なんだ。そんなとこへ何をつけてるの？あ、空間コネクターだよ。家が地面を離れても電気やガス、水道、下水道が使えるように亜空間につないどくな。なるほど。ここにつけてた30階へ。しいと思うよ。うわー、すごい眺め。あ、エレベーターが止まった。ここが30階なんだ。うわー、でも僕の部屋が30階だからここは29階じゃない？細かいこと言うなよ。さ、ジュースでも飲みながら夜景を楽しむ。うん、いるならあの辺に富士山が見えてるはずだよ。ずっとこんな暮らしをしたら心も広くなりそうだね。玄関に誰か来たみたい。まさか。だってここは30階だよ。正確には29階だけどね。まさか幽霊？いや、玄関だけは地上とつながっているんだ。ただいま帰りました。帰った？誰だろう。おい、早く開けてよ。どちら様？俺、俺。あれ、お隣の。どうもどうも。家を間違えたらしい。どなた？なんでもないよ。おやすみ。おやすみ。さあ、これで落ち着いて眺めを楽しめるぞ。そうだ、いいことがある。なになに？このボタンを押すと家がゆっくり回るんだ。うわ、360度見渡せる。窓を開けると気持ちいいよ。そうだね。うわ、
東京タワーが見えてきた。ほらほら、東京湾が見えるよ。おお、大きな橋だ。あ、そういえば台風が来るとか言ってたな。え、閉めよう。ん？あれ、2階に誰かいる？誰かって誰？そういえばさっき玄関の戸締まりしたっけ。あ、ボロボロ！しまった！あ、危ないよ！戻って！俺は身が軽いんだ。アバユー、ここ30階だよ。え？は？世話が焼ける泥棒だな。うん、今度は隠しておいたテストが。あー、散らばっちゃう。うわ、なんでそんなにあるの。できるだけ拾ったけど、あとは諦めろ。高いところっていろいろ大変だね。あ、まずい、風が強くなってきた。え、行ってらっしゃい。ああ、船で嵐にあった夢を見てすっかり酔っちゃったよ。高いとこはもうゴリゴリ。だからオリジナルのスキー場にしよう。うん、そうだ。じゃーん。こんなのどうするの。いいからいいから。え、本当に連れてってくれるの。なんていうスキー場なの。とにか
かくそれはそれは見事なスキー場なんだ。大自然の中で滑りたかったの。楽しみだわ。あ、待ってたよ。ちょっと待って、しずかちゃん、大自然の中で滑りたいってごまかせばいいんだね。それに僕、考えてみたらスキーが滑れなくて。だったら人間ラジコン。これで大丈夫。早速出発しよう。どうやって行くの？場所が秘密だからちょっと眠ってね。知人だ。のび太くんも。ゆっくり遊んでおいで。しずかちゃん、しずかちゃん。ここは、まだ誰にも知られてないんだよ。そうなの。滑りましょう。丸くて大きなものが。月だよ多分。こんな真っ昼間に。だからすぐ引っ込んだんじゃない？それより行こう。危なかった。そうだ、乗れるなんて最高ね。本当だね。気持ちいいわ。空気も美味しい。ほらのび太さんも美味しい。そうだわ。やっほー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 。私の声ってこんな風だったかしら。それより滑ろう。そうね。ドラえもん頼むよ。やっほー。のび太さん上手。それって。まさかペットボトルのキャップが役立つとは。あっちにはスキーのジャンプ台もあるんだ。靴べらがジャンプ台だ。大丈夫？ドラえもん頼んだよ。任せといて。行くぞ。あれ邪魔よ。これにはわけが。食器がなくなってるんだけど知らない？さあ。おかしいわね。ああ、のび太くん。いって。のび太さん大丈夫？もっとなだらかなコースに行きましょう。それより露天風呂なんてどう？温泉があるの？お椀で作ったんだ。え？いや、こっちの話。いい香り。入浴剤を入れたからね。今、焼き芋屋さんの空耳じゃない。特には聞こえなかったけどな。焼き芋食べたいの？そうね、気のせいね。じゃあ温泉楽しんでね。今度はなんだ？洗濯物が。静かちゃん大丈夫？何にも見えない。
出してごまかそう。頼んだよ。あ、さっきはごめんね。うんうん。あれ見て。うわ、綺麗だね。スキー場で虹なんて初めて見たわ。気に入ってもらえてよかった。滑りに行こう。うまくいったみたいだ。今度はこっちに行きましょう。まずい、そこは壁なんだ。これでごまかそう。ギュッ、これじゃ滑れないわ。ロッジに戻りましょう。いくらなんでもやりすぎだよ。すごい吹雪だわ。前が見えない。ここどの辺かしら。もう歩けないわ。のび太さん、一人で行って。君を見捨てるなんてできるもんか。でも、しずかちゃん、しっかりして。しずかちゃん、どうしよう。とりあえず雪を避けよう。うわ、
すごいや、くっつけると本当に体の一部みたいになるんだね。のび太くん、ちゃんとかっこよくしてよね。任せてよ。なにこれ、なんか違う。これもいまいち。真面目にやってる。ちゃんとやってよ。こうして、できた。すっごくハンサムになったよ。そう、鏡で見てかやった。ひどいよ、よくもやったんだ。ごめんごめん、早くマリタに戻してよ。はいはい。よし、今度は自分にやってみよう。よし、これさえあれば。ん？ふん！どう？かっこいいだろう。ドラえもんもムキムキにしたら？僕も？ん？あれは？どうした？強そうな人たちが来るよ。え？なんだあの人たち。はい、触れてます。のび太、ドラえもん、どうしたんだよそれ。鍛えたんだよ。嘘つけ。やるのかジャイアン。いや、うわ、ちょっと脅かしすぎたんじゃない。人をバカにするからだよ。ねえねえ、のび太さん、それ本当に鍛えたの？実はね。体粘土？これで体を好きな形にできるんだ。へえ。ねえ、僕にも貸して。うん、足だろ。そうそう、スラッと長く。こんな感じかな。少し長すぎない？全然、うん、かっこいい。サンキュー。スネハさんに聞いたんだけど、私にも粘土を。どうぞどうぞ。で、どこを変えたいの？前から一度鼻を高くしたいと思ってたの。鼻？やめなよ、今のままで十分可愛いよ。それよりもっとグラマーに。鼻。どういたしまして。元の方がいいのに。うん、話は聞いたぞ、のび太。これはこんなことだろうと思ったぜ。騙してごめん。頼む、その粘土俺にも貸してくれ。いいけど。ちょっとやりすぎじゃないの。ムキムキのマッチョの。よーし、できた。どうだ。おー、完璧だ。みんなに見せてこようと。あー、ほんと。よいしょと。よっ。おばさん、お邪魔しました。注目の的だぜ。君、いい体してるね。何かスポーツやってるの？わかります。実は今日スーパーの横を借りてグロレス大会があるんだ。飛び入りの選手を募集してるんだけど、よかったら来てくれないかな。プロレス大会？その体だったら優勝も狙えるよ。そうですか。よし、せっかくだから腕試しといくか。ぜひ出場させてください。ありがとう。
この体だと気分がいいね。僕たちが手伝いますよ。え、任せてください。まあ頼もしい。よし、のび太くん、そっち持って。お、せーの。そうか、粘土で作った筋肉は見せかけだから実際には強くなってないんだ。それを早く言ってよ。すみませんね、よろしくお願いします。はい、行くよ。重い。安受け合い、ソロンじゃなかった。この筋肉、ただの飾りだと思うとなんだか急に重くなってきた。おーい、歩きづらいったらもう。スネ夫、やっぱりこの足不便だよ。私もみんなにピノキオみたいだって笑われたわ。早く戻してよ。私もだから言ったじゃないか。じゃあ戻し駅は、あれ、部屋に置いてきちゃった。そんな、まあまあ家に帰ったらすぐに戻すや。プロレス大会スペシャルコーナー、ただいまより飛び入り選手による試合を行います。ん、なんだあれ、プロレス大会って書いてあるよ。青コーナー、力仕事で鍛えたこの体、グレートクマゾーン。赤コーナー、この世の筋肉とは思えないムキムキジャイアン。ジャイアン、大変だ、早く止めないとジャイアンが。でもあの筋肉なら勝てるでしょ。粘土で作った筋肉は役に立たないんだよ。そんなヘナチョコ筋肉じゃ俺様には勝てねえぜ。ジャイアン、君のことは忘れないよ。大したことねえな。こらーだ。部屋と分かって、今度はこっちの番だ。全然聞かないんだけど。ならこれでどうだ。おっと、コブラツイストが決まった。あれ、これも痛くない。そうか、粘土の体だから技をかけられても効かないんだ。そうなの。これでどうだ。効かない効かない。これならどうだ。全然。さあこれは、まいった。勝者ムキムキジャイアン。福瓶コンビ、早いもん勝ちだ。なんだよもう。いた。よいしょと。なんだのび太が。ヘリコプター壊れなかった？ヘリコプターより痛かったぞ。もう。
俺もう飽きちゃったんだよね。のびちゃんにやるよ。本当？ありがとよ。ジャイアンのやつずるいんだ。そうかそうか、確かにジャイアンはひどすぎる。だったらボタンを押す。君の後をついてくんだ。で、どうなるの？いいからいいから、貧乏神はジャイアンにつけよう。ポジッと。ビビ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 ビ。いけるな。俺のまんじゅう。福瓶コンビっていいね。これだけじゃないよ。君が悪いことにあったときだって。たく、のび太のやつくらえ。悪いことって、なになに。さあ、何しろ悪いことは全部ジャイアンに跳ね返るんだ。へえ、助かるな。小さいのに頼りになるね。ただいま。また0点。のび太、隠してたわね。ま、いいわ。よかったね。たけし、なんなんだいこの点数は。その答案なら一昨日見せたろ。もうたっぷり叱られたじゃないか。口答えするんじゃないよ。ちょっと厳しすぎるぞ。いいんだよ。よし、小遣いをやろう。ラッキー。やめた。今月はお小遣いあげたけど、またあげるわ。本当？やったー、ラッキー。なんでのびちゃんにお小遣いあげなきゃいけないのか自分でもよくわからないわ。なんでくれたんだろう。多分ジャイアンがもらうはずだったんだよ。そうか、福瓶コンビのおかげだね。本当に素晴らしい。僕に降りかかる不幸は全部ジャイアンが引き受けてくれるんだね。じゃあ何、僕が転ぶとジャイアンが転んでくれるの。そういうこと。やってみよう。うわー、滑った。本当だ、すごい。なんだよ、母ちゃんも父ちゃんも。わーだよー。ててなんでいきなり転んだんだ。うわーだー。ビビ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 
うわー、滑ったー。ちょっとドラえもん、うん、こうしようかな。どうしたの？多分貧乏神の方が壊れたんだよ。見てこよう。僕も行くよ。こんな人形うちにあったかな。何のボタンだ。僕に貧乏神ロボが。どうもおかしいと思ったら伸びた。お前の仕業か。これはその許せ。なんだよ、やめろって。やめて、もういい加減にしろ。終わり。ドラえもん伸びた。伸びたくん逃げろ。転ばないでよ。分かってるって。今転んだりしたら全部ドラえもんに降りかかるんだもんね。君、うん、また新しいおまんじゅう作ってみたんだけど食べてみない？食べます、食べます。なんで？激辛まんじゅうはいまいちだったか。ひどい目になった。早く帰ろう。のびくん、ちょうどいいところであった。今日はきちんと君に言っておくぞ。いや、今日はやめておこう。君、なんで君はそんなに青くて丸いんだね。そもそもなんでベロを出して歩いているんだ。興味の若者はなんとなん、ろくな大人にならんぞ。こら、そんなこと言われても。本当に慎重にしてよ。わかってるよ。ビビー、今おるから離れろ。お前らの大丈夫？もうこの次から次へと。わざとじゃない。そんなわけないだろう。いつも普通に歩いてるだけでひどい目に遭うんだよ。ある意味奇跡だね。どういうこと？もうあんたって人は。よせそんなものを。でやジャイアン、誤解があるみたいだ。まず落ち着こうか。誤解も六回もあるか。ジャイアンがまた仕返しに来ちゃうかも。え？だからさ、ドラえもん、もう一回。勘弁して。
マジックジャック。もういいかい？まだだよ。もういいかい？まだだよ。もういいかい？もういいよ。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 よし、それじゃあ肉まん争奪3分かくれんぼスタート。それじゃ行くぜ。さて、みんなどこか。春を見て。もう見つかっちゃった。ああ。裏を書いたつもりだろうが甘いぜ。さて次は。何やってるの？日向ぼっこ？うん？かくれんぼだよ。かくれんぼ？子供っぽい遊びしてるね。事情があるの？うん。ほら、土管の上。ん？肉まんだ。さっき雷さんからもらったんだけど。肉まんは4個。俺たちは？5人。分けにくいな。簡単だ。俺が2つもらうから残り半分ずつ分けろ。ダメだよ。だったらかくれんぼで勝負だ。俺が鬼、3分の間に全員見つけ出したら俺の勝ち。俺が全部もらう。その代わりジャイアンに見つからなければ取っていいって言うんだけど。やつをめっけ。あと2人。やつをも隠れる場所もろくにない。あ、こりゃひどいな。よし、マジックジャック。何それ。どんなところでもこれをつけると。ほら、開くんだ。ほら、この中に隠れて。うわー、そこか。わっ、来た。あ、スネ夫。へへへ、いない。おかしいな。クソだよ。あと37秒。頑張れよ。まあいい、残り時間ここで待ってりゃ済む話だ。ずるいぞ、ちゃんと探せよ。うるせえ、勝ったもんの勝ちだ。あっち走り回ったからな。あと15秒。肉まんは全部俺様のものだ。取った。何？わー、やったね。変身レプリンカ。ただいま。帰ってきたか。今日こそ行ってやらねば、のび太くん。たまには昼寝やおやつの前にさっさと宿題をし、うん、え、うん、ねねねねね、何してるの。宿題に決まってるだろ。どうしたの。具合でも悪いの。ひとまず昼寝でもしたら、おやつでも食べる。今日はすごく大変なんだよ。早くしないと先生が来ちゃう。で、先生が来るの。成績のことでママに話があるって言うんだ。だからせめて宿題だけでも片付けておく。のび太くん。未来デパートの新製品です。どうぞお試しください。なんだ、試供品か。何これ。何何、変身レプリンター。こ
これを指先につけてタッチすると体つきや能力も含めその人に変身することができます。それは使えるぞ。相手の体細胞からデータを読み取りそれを自分の体にプリント。その際代謝機能を極度にスピード化させて、要するにこれでタッチすればいいんでしょ。貸して。さあこら、母さんお肩を叩きましょう。あら、急にどうしたの。ありがとう。最近疲れてるのよ。あら、何にもならないよ。変身には精神の集中が必要です。だって。精神集中か。ママになれ、ママになれ。やった、どっからどう見てもママだ。でも、お、なんか変。ごめんください。先生だ。はい、どなたかしら。え、あら、いや、あのやっぱり疲れてると。はい、お待たせしました。いやいや、今日はまた随分と。え、やっぱり変。いやいや、実はそののび君の成績が芳しくなくてですね。それなら大丈夫、うちはもう成績は気にしないことにしました。大成功。勝手なことして後でどうなっても知らないぞ。平気だよ。そうだ、これコピーした人の能力も身につくんだったよね。できすぎになって宿題をパッと終わらせちゃおう。それは自分でやらないと意味がないた。やあのび君。ねえ、今日の宿題終わった。終わったけど。すごいな、さすが。できすぎくん、くすぐったいよ。わからないところでもあったの、よかったら。いや、これだけで大丈夫。サンキュー。できすぎ、できすぎ。そう、こうしたらどう見てもできすぎくんだ。なんだか頭がすっきりしてきた。宿題がスラスラできそう。あら、できすぎさん。ん、ドラちゃんも。しずかちゃん、ちょうどよかったわ。今日の宿題難しいでしょ。よかったら。はいはい、行きます。何でも聞いて。嬉しいわ。そうと決まったらすぐ行こう。それじゃあしずかくん、行こうか。2問目がさっぱりわからなくて。調子に乗らないといいんだけど。ここがこうで、ここがこうなるからこうなってこうなるんだよ。なるほど。すごい、わかる、わかるぞ。でも、やっぱり宿題って退屈だな。のび太くん。できすぎさん、ここはこれでいいのかしら。これで大丈夫だよ。お茶のおかわりよ。そうね、できすぎさんも一緒に休憩しましょう。できればお茶菓子もいただけるといいわよ。邪魔しないでよ。見てみろ。早く精神集中して集中集中。戻ってきちゃう。ほら、急いで急いで急いで。焦らせないでよ、余計に気が散る。できすぎさん。お砂糖入れちゃったけどよかったかしら。もちろんだよ、お砂糖大好きさ。ねえ見て。行くよ、それ。じゃーん、調子に乗って。すごいわね、できすぎさんってこんなひょうきんな一面があるのね。意外だわ。
ではリクエストにお答えして次は背面連続食べ。お邪魔しました。何するんだよ。調子に乗りすぎだ。だって喜んでくれるからさ。10,000円。あれ珍しいお二人で。できすぎくんにのび太くんの宿題を見てもらおうと思って。のび太くんは優秀だから大丈夫だと思うんだけどね。あんなおバカ教えてやるだけ無駄無駄。それより僕に教えてよ。なんだと誰がスネ夫なんかに教えてやるもんか。えちょっと待ってよ。スネ夫でもスネ夫になってどうするつもり。スネ夫めよくもバカにしたな。おーい、あっちでスネ夫がジャイアンのことバカにしてたぞ。ん？何言ってんだ。今は自分がスネ夫だろ。あ、そっか。あっちで僕がジャイアンをバカにしてたぞ。わけのわかんないことを言うやつは今すぐぶん殴ってやる。だからこっちじゃなくてあっちのスネ夫だよ。うるせえ。何？スネ夫が二人？どういうこと？まあいいや、どっちも殴ればいいだけのことだからな。ジタバタすんじゃねえ。よし、一緒にスネ夫をガッタガタにしてやろう。それを言うならギッタギタだろ。え？ジャイアンが二人？マジ？宿題もやらないで。スネ夫はどっちにいた？じゃあそっちを頼むよ。こっちは僕が。いや、俺様が。オッケー。どういうわけだかわかんねえけど、こういう時二人いると楽だな。お、いた。待て。こんなところで油売って、お使いはどうしたんだい？お使い？隣町のおばさんから荷物をもらってくるんだろ。今すぐ行っといて。はい。遠いし、道に迷うし、重いし、もうダメ。うん、あれ、これっておばさんとこの。おや、おかえり。うん、ご苦労さん。メロンが冷えてるからお食べ。僕もメロン。あら、この子一体誰だい？ん？見たことないな。早く帰らないと日が暮れちまうよ。いやーねー、あ、さっきから見たこともない子がうちの前をうろうろしてるのよ。だ、もうダメだ。疲れたし、宿題もしなくちゃいけないし、お腹も空いたし。でもこの顔じゃうちにも入れねえ。せめて何か食べないと元の川に戻れないよ。そうだ、しずかちゃんならきっと優しいから。しずかちゃん、ごめんなさい。どちら様ですか？僕だよ。何か食べるものをお願い。今ママもいないし、ごめんなさい。ダメだよ君、慣れ慣れしいな。シダメだ。誰も僕がのび太だって思ってくれない。変身でプリンターを外せば簡単に元に戻れるんだけど、もう少しこのままにしておくか。このまま誰も気づいてくれなかったらどうしたらいいんだ。裸の王様、ウルトラヤロイ。待て。覚えてろよ、のび太。
殴られただけで目の前が真っ暗になるんだ。ああ、せめて鎧でも着ていたら喧嘩もできるんだけど。はあ。あ、はっ、そんなに言うなら鎧を出そう。本当？コロコロスペシャルファイティンストロングスーパー鎧。ウルトラってどこに？何にも断っておくけど、これはバカには見えない。それにバカな人だとこれを着ても役に立たないんだ。え？おい、まさかのび太くん、この鎧が見えないほどのバカじゃないだろうね。見えるよ。いや、立派な鎧だね。金ピカでかっこいいでしょ。ほんとピッカピカ。気に入ってくれて嬉しいよ。着てみて。うん。違う、上から切るんだよ。ああ、どう？うん、ぴったりだ。この鎧を着てれば痛くないんだね。もちろん、どんなパンチもガードしてくれる。よし、ジャイアンをぶん殴ってくる。なんてね、ほら、裸の王様の話だよ。ええ、じゃあ、のび太くん、まさか本気にするとは思わなかった。おい、のび太くん、早く見つけないと手紙に合うぞ。本当に着てるのかな。着てるような気がしないけど。あ、静かじゃん。のび太さん、ねえ、この鎧見える？え、見えるに決まってるじゃない。変なこと聞くのね。待てよ。すると、つまり僕はバカだということか。でも、もし鎧が役に立たないほどのバカだったらどうしよう。一度試してみなきゃ。うわ、上からの、なんだ、せっかく試すチャンスだったのに。お？うわ、いつも僕を噛む犬だ。でも逃げないぞ。鎧の効き目を試さなきゃ。噛むなら噛め。チーザーや、ご飯よ。ほっとしたような、がっかりしたような。試さないと不安だな。ねえ、君たち、このバットで力いっぱい殴ったらいいの？そうさ。さあ、やって。えい！ん？おお、なんともない。タンコブどころか傷さえできてない。やっぱり鎧を着てるんだ。うわーい。ビニールだから当たり前だよ。もう僕はいつもの僕じゃないんだ。え？全然痛くない。すいません、怪我はなかった。鎧を着てますから、びくともしませんよ。鎧？気をつけろよ。舞台用の発泡スチロールだったからよかったものの。はい。よし、もう怖いものなんてないぞ。ジャイアンめ、どこにいる？あ、のび太。おい、ジャイアンを見なかったか？え？さっきの仕返しに殴ってやるんだ。ジャイアンを？
おい、ジャイアンを見たら伝えてくれ。僕が殴りつけてやるって。のび太くん、どこ行っちゃったんだろう。おーい、知ってるか、のび太がジャイアンと喧嘩するんだって。本当か。そんなことしたらギッタギタにされるじゃん。ギッタギタにしてやる。のび太のやつ、そんな生意気なこと言ってるなんて許せねえ。あ、でも気をつけた方がいいよ。なんだよスネオ、何を気をつけろって言うんだ。いや、もう問題はあの弱虫がなんで突然あんな偉そうなことを言ったかで。そういえばおかしいな、あいつにはドラえもんがついてるから。ひょっとして何かすごいものを貸してもらってジャイアンをギタギタに。ジャイアン、のび太がこれを。ジャイアン、今までのお返しにギタギタにしてやるぞ。裏山で待っているのび太。ピンピン。どうする、ジャイアン。俺様がのび太を怖がってると思うか。行くぞスネオ。ジャイアン。親友になろう。いいとも、僕も喧嘩は好きじゃないからね。ところでよ、ぜひ教えてもらいたいことがあるんだ。何？ドラえもんにどんな道具出してもらったんだ。ウルトラ鎧だよ。ウルトラ鎧？どんな攻撃をされても痛くないんだ。はあ、見えるでしょ。え、バカには見えない鎧なんだけど、まさか見えないんじゃ。見えるに決まってるだろう。すげえ、黒光りしててかっこいいな。黒光り？これ金ピカの鎧なんだけど。あー、道理でさっきから眩しいと思ったんだ。ちょっと着てみる。はー、そんなすごいんだったら着てみたいな。さあどうぞ。おー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 、よっこらしょだ。違う違う、上から着るんだよ。あ、分かってるよ、上から着るんだろう。やだ。どうだ、似合うか。サイズもぴったりだ。え、僕にぴったりだから少しきついはずだけど。ああ、そういえば鼻のあたりがちょっときついかな。どれだけすごい鎧か殴ってみようか。おう、試しに力いっぱい殴ってみてくれ。断っておくけど、バカには効かないらしいよ。え、よし、のび太、ガツンと一発やってくれ。じゃあ行くよ、せーの。おい、ほんとだ、全然痛くないぜ。ね、痛くないでしょ。もっといくよ。えい、ほら、えい、それ、はっ、えい、ほら、はっ、や、はっ、痛くない、痛くない。すごい鎧だな。なんで？
裸の王様が二人いた。Omis.